11時だからギリギリっちゃギリギリよね。もう1時間もないからさ。こんばんは、こんばんは。え、そう、里川さん配信してらっしゃった末永さんと一瞬入ったかな。いや入ってないな。あのルームの一回押すと上の方に流れるじゃないですか、ちっちゃい窓で、小窓なんて言うんだろうあれで、里川さんの、元気かを確認しましたなんていうの、確認はしました。今日は何してたの。今日も練習だよ。練習、小窓っていうのかな、なんて言うんだろう、二窓とか最悪みんな言ってるけど、配信が被ったらなんて言うんだ、小窓、まあそんな感じこんばんは、こんばんは。いや今日さ、メールでもうハッピーさんのことに関するメール送ったじゃないですか。その前にいつメール送ってたんですよちょっとね、なんか弾かれたいや内容、ダメだったかと思って、まあその内容はイベントに参加するかしないかのお話を書いてたメールだったんですけどいやまあね、そのことはね配信で今日話そうかなと思ったんだけど、メールにしたのね結局。でもそれが送られてなかったってことは配信でも話さない方がいいのかなと思ったので話しません。まあ、ニュアンスをちょっと優しく変えてメールでもう一回送ろうかなと思ったけど、そう久しぶりに弾かれたいや多分ねその時の私の感情に沿ったもうねメールだったからダメだったから、いやもう一回配信終わったら確認してみよう。ざっくりとパッションフォーユーのイベントに参加するしないのお話、まあ、参加はね結局しないけど別に今言ってもいいか全然私的には悪いとは思ってないから、ただファンの方をちゃんと考えて私も参加する参加しないは考えてるよっていうことを書いた。私がただただやりたいから参加するっていう気持ちだけで動いてるわけじゃないよっていうことを、ファンの方みんなに知ってもらうっていうことは無理だから、せめて島民の方たちだけにでも知ってほしいっていうことをメールで書いてたの。なんかさ、私結構イベント参加多くしてるってもう常に思われてるじゃないですか。でも実際私自分でも多いと思ってるは思ってるよ。でも他のメンバーと同じぐらいですよ。ただあれだと思う、私がイベントに参加してきた中のイベントで惜しくも上位よりその1個下の順位だったり、あとはただただ妙に私の名前にすごい敏感になってる人がいるからすごい多く人より多く参加してるって思っちゃうんだろうなと思って、そうもう気にしいだからさ、私気にしいだからさ、ちょっとだって初めて出たのがあれだよね、ショールームのポップティンイベント。あの時は足を怪我してたから、あの時自分が今何ができるかを考えて参加したイベントで、まあね一人でも分かってくれる人がいるからいいっちゃいいんだけど、ただただ私のこと気に食わない人がいるだけなのかもしれないねまあしょうがない、アイドルしてればそういうもんだからっていうのはもう知ってるからいいんだけど、まあ、名前も確かに目立つよね。
なかなかいないもんだって。でもね、本当に自分のね仕事は待ってちゃ本当にないから、自分から参加して仕事をつかみ取りに行かなきゃいけないんですよ、私はね。そうなの、それしかないから参加せざるを得ない時もあるし。そうなのよ、惜しいから余計に。そう、それはね一番に思った、私本当に思った。そうなんだよ、一つ一つのイベントが多分大きいのかなとは思って。今なんかさちょっといじっちゃったらニキビが目立つようになっちゃった、やだ。近くに行かないようにしよう、画面。うん、目立つ名前ってのは一つの利点だよ。あ、まあ確かに悪い方に行かなきゃいいんだけどね。こんばんは、こんばんは。今見えた、そう今でも見える。やだ、そう最近ねなんかまたできたのよ、やだ。まあ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 、目立ちたいけど悪目立ちは絶対嫌よ。だから私はあと一つだけ言えるのは、何があっても生き物に関することはしつこいぐらいにアピールしていくので。だってさ、キャラじゃないんだもん生き物好きは。本当にさ心の底から生き物が好きだから、うん、伝わって。伝わって、それは本当に伝わって。そう、うん、こんばんは、こんばんは。そう、あとはね、なんだろう、生き物好きなアイドル結構斜め上に行く生き物好きのアイドルってなんかあんまりいないじゃないですか。いないじゃないですか。だからそんなアイドルいいのって思う人がいるかもしれないけど、私はそれでいいんですよ。だって人と被らないからすぐに、あ、生き物と言ったらさやね、イリチンマサヤカちゃんねって言われるのが今の私の目標でもあるから、それはそれで嬉しい。何言われてもいいと思った、生き物に関することなら。だって本当に好きなんだもん。あ、かわいいアンビ。そうなんだよ。飾らないと思う、確かに。かわいい。アイドルに正解はないと思う、全部正解。うわー、すごい、いいお言葉、いい言葉ね。なんか今すごい響いた。確かに正解は何もないわ。いや正解あったら嫌だね、一人一人がいい、かぶりたくないからさ私は。オンリーマンって大事、確かに、確かにな。ハッピーターンかな、着物ね。とりあえず公演が無事に終わった後に、あの生き物の知識を勉強を始めます。知識を得るための勉強を始める。そうだよ、弾かれたメールが覚悟してメール、うん違う、それ覚悟してメールは大富豪イベントのことについてだった。それね、まだ送ってないんだよな、もう一回確認するね、ちょっと怖いから。ちょっと確認するね、それでもし弾かれたらもう送らない。そのトーク会とか握手会の時に聞かれたら答えるぐらいにするね。もう大したことないと思う今読んだら多分。
さやに影響されたハリガネムシ動画見まくった。え、嬉しい。ちょっとさ今配信する前にね、準備しながらあのおーチャンネルさんかな、今日の動画見たら衝撃だったんだけど流しそうめんでさ、ハリガネムシを流してみたみたいな私以上のもうさ想像を超える斜め上すぎてもう笑っちゃったもんびっくりしちゃった。太くて長いハリガネムシはちょっと流れないねみたいな話してて確かにそうだなとは思ったんだけどやっぱさ生き物見てるとさ元気出る。生き物もそうだけど、生き物が好きな方のお話を聞いてるともっと元気出る。面白い。だってさ、私が考えたこともないことをやってくださることとか多いし、その動画を見て知識を私は得ることも多いから面白い。今メール来た。あれ？ハッピーオートリじゃないメール？あ、なんだ来たの？なのにさ今配信で話しちゃって恥ずかしいんだけど。嘘でしょ？え、じゃあ何だったの？ただただえ？嘘、じゃあ弾かれるような内容じゃなかったんだ。ごめんね。違ったみたい。いや時間はねだいぶ前よ、だいぶ前だよ。いつ送ったかな。いやでもお家に着いてからメール送ったよそうなんかねっていう件名それえ本当にそれ何なんでハッピーボードが来た。あ、よかった。そう昨日ちょっと時間があれで送れなかったから今日は2通分です。すごいドアップじゃない今日全部見て刺したいや、なんだろう、まあ、でも内容みんな見たら多分平気だなとは思うと思う。私も平気だと思ったから送ったからさ、大富豪の方はどうかな、もう一回確認しよう。連続できたそう今日さびっくりしたの、平日、今日何曜日か、火曜日で、あ平日じゃんと思ったのにさ、すごい街中人がいっぱいいるの、しかも若い人。なんでと思って店員さんに聞いちゃったの、あれ今日平日ですよねって。うっさん、え今日私も平日かなと思ったんだけど祝日ですよって言われて初めて知った。なんかさこの職業に全然あの曜日ってかあんま関係ないじゃないですかまあ土日があったら握手会とかが今まではならあったけど、もう練習しかないから今私はね。そう祝日だったんだと思ってびっくりした。火曜日なのに、え今日何の日なの、今日祝日なの、何の日、本当だ今日で582、ありがとうございますありがとうございます。お店めちゃめちゃ混んでたと思う。文化の日、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 文化の日。高校の時はさすごい祝日がすごい嬉しかったけど、今はなんともだね。もしアイドルじゃなく普通に仕事をしてたとしても関係ない仕事だったから、私今までだったら、まあ、猫カフェの前は関係あったっちゃあったかな。
そう、懐かしいな。文化の日、あれだ、私の高校があれでした、文化祭の近かったと思う、この時期にやってた文化祭、今月23日、勤労感謝の日。おお、勤労感謝し、みんなに感謝をする日だ、家族にも働いてる人に。文化祭は楽しかったかな。うん、楽しかった。何やってたかな、私やっぱり食べ物系のお店は出してた出してた。何やったことあったかな、ラーメン出したことある、確か。ラーメンとなんだっけ、忘れちゃったもうあれ忘れちゃった、何やってたんだろう。芸能人とか呼ばれてた、呼ばれてなかった、私の高校は。卒業式とか大きいイベントの時もいなかったいなかった。結構私立のところは多いよね、呼ばれるのは。ハッピーターン、かわいい。大学めっちゃ来る、そうなの、いいな。大学か、大学私行くっていう選択肢がなかったからな、もう行くなら専門だったから、専門、まあ、結局専門行かないで就職したんだけど懐かしいな。そういう時期か。もうさ、最近すごい寒いじゃないですか。今日のお昼は暖かかったけど、あ、でも風吹いてて寒かったな。もう風が私すごい敵なの、寒い風。あのさ、すぐ顔と鼻が赤くなっちゃうタイプだから、私すごい嫌だ。夏より冬の方がいいんだけど、鼻が赤くなるのは嫌本当に嫌だ、すぐ赤くなる。で、乾燥してメイクも意外と崩れる、乾燥してね。そろそろ雪が降る、早い。でも北海道とかもう降ってるよね、霜かな、いや雪か。マスクしてても赤くなる、赤くなる、全然赤くなる。何してても鼻赤くなっちゃう嫌だ。そう、でもね、足は出すんよ女の子は。私はね、雪好き、雪好き雪好きだよ。だってスキーもね、結構私行ってた方だから、ちっちゃい頃から。まあ大きくなってからは行ってないけど、行ってたから好きだよそう、我慢しておしゃれするの。寒いってうるさいけどねいつの間にか寒いって言葉発してるの怖いよね。足出してた、下から寒くないの、めちゃめちゃ寒いよ。下からもうボワってくるもん、寒さが。鳥肌だよ、ずっと鳥肌しかない。鼻赤くならない方法とかないのかな、どうなんだろう。ハッピーさん花束、ハッピーさんお花、メロンパンのアバターさんハト、アフロのアバターさん音符、ありがとうございますおしゃれは我慢で聞く、そうなの、本当にそうなの。でも我慢しないで暖かくしてる方もいる、もちろんその人たちも正解なのよ。だって風邪ひかないもん。
海道の地域はスカートの下にジャージャー履く、まあ北海道の方はなんかしょうがないなって思っちゃう。だってもう極寒じゃん本当に寒いっていうレベルじゃないよね、もう。でもあれかな、慣れてるのかな。カイロ持ち歩く、確かにカイロな、去年カイロ全然使ってない。カイロ以外何があるかな。でも着込むしかないんだよな。いや今年はカイロ使っていこうかな。かわいいハッピー。ヒートテックはデビューもうねだいぶ前からしてる。いつから着てるんだろう。10月の半ばぐらいから着てる演奏忘れちゃった。カイロはね春タイプ、春タイプじゃないな。いやでもねなんか大人になるにつれこの年になってきてからねカイロを持つのもいいけど貼る方がめちゃめちゃあったかいと思って貼り始めてるの数年前から貼ってるよ。どこに貼ったかな。足の裏、足先、靴下に、そうとか、お腹はよく貼ってた。でも冷えないように。あとは何かな、背中かな。なんかね初詣とか行くときはめちゃめちゃ貼ってた気がする。うん、お父さんが意外と心配性だからそうなんだよ。何でも大量にあるその時だから使ってる。私も確かに腰ら辺に貼るのが一番いいかもね。背中を回すと、お腹の方がじゃないのかな。人によってか。でもお尻は無理よね。だって座った時さ重心がさもうピンポイントでさ熱くない。お尻に貼る人いないかいないか、違うか。すごいハッピーの毛が。寺で配られる、そうなの？配られたことない。あ、違った。お茶か。帰るかと思った。でも今年はね、コロナウイルスが流行ってるから、なんだっけ、初詣とか難しいよね。結構長く。やるみたいな期間が長くない？初詣っていうのかな、なんていうの、お参りできる期間がいつもより長くない？多分でも私は行かないな。行きたいけど怖いし。名古屋のは絶対行かないな、まず一人だから家族がいたらついでにっていうことで行くかもしれないけど、今月もう11月入って、もう来月だよみんな。12月、再来月にはもう2021年。なんかさ今年はやりたいことが思うようにできないかったわけじゃん、私もそうだけど世界中の人がだからさ悔いしかない年だよね今年って。まあ、しょうがないんだけどね。早いよね、本当に早い。大丈夫？ハッピー。確かにもうダウンジャケットの季節早いね。でもまだね着てないの私、コート。
あれしか着てない、トレンチコートしか着てない。カウントダウン、あーカウントダウン、カウントダウン、家族と過ごしたいな。次今年はどうなるんだろう、わかんないけど、いや家族もそうだけどハッピーとちょっと言いたいな。いや去年はカウントダウン公演でハッピーが一人で年越してるんですよ。ちょっとかわいそう、私が一緒に越してあげないと、私が気が済まない。ハッピーからもうさ一瞬も離れたくなくて、なんか怖いんだよね最近本当に体調が。ハッピーさんがかわいい、ハッピーさん、ハッピーさんほらいい顔してる。いい顔してる、次実家に帰れる時はね、今年はないと思う、確実にない、来年かな、来年、うん絶対帰りたい、帰りたいしか思わんよ毎日。神奈川が好きだから、家族がいるからかな、枕かと思ったら違うよ。猫だよ、かわいい、かわいい、今年一回も公園行ってない、去年は一回だけ、そうだよね、でもこの間から SK の公園はねお客さん入るようになったから、入れるといいけどだいぶ倍率が高いよね、40人だっけ今入れる人数、少ないからさどうなんだろう、猫が何倍も可愛いと感じる季節、確かに、いやでもな猫は、ま、いつでも可愛いんだけどね。そうなんよ、多分こたつに入ってるところを見る機会が増えるからかな、ないよね狭きもんな、確かに年内に1回入りたいね、あと2ヶ月もあれば行けるかな、今年多分劇場ゼロ、悲しい、悲しいけどもしょうがないよな、あそっか年収特別枠とかもあるから倍率は、確かにそっかあるもんね、そうだよトーク会でもねその話したんだよな、いつ投げようかっていう、厳しいか、エコパー今年最初で最後は、懐かしい、2月か、懐かしいな、懐かしいな、こんばんは、こんばんは、かゆい、あと30分もしないの、12時早いね、明日早起きするんだった、何時に起きよう、きれい、私ねステラおばさんのクッキーが好きなんですよ、急なんだけど。ステラおばさんのなんていうんだこれ、あのザ定番の多分人気ナンバーワンかな、チョコチップクッキーみたいな、チョコチップだっけあれ、いやチョコチップだよ、チョコのクッキー。そうあれが本当に大好きで、食べ放題めちゃめちゃ行くんだけど、まあ今は行ってないけど前まですごい言ってたの。ごめん急すぎた、すごい好きで
買ったの。まだね食べてないんだ。一緒に食べ終わっちゃダメだ。そう、ああ確かに玄関まで詰める。あれか、なんだっけ、なんだっけ、詰め放題だっけ。詰め放題はやったことない。なんか前さユッチやってなかった、なんかどっかに載せてた気がする。今は多分もうその投稿がないと思うんだけど、ユッチだよね。私やったことない。なんかスーパーとかでさ野菜とかお菓子の詰め放題とかよくあるけど、私一回もやったことない。ああるわ。あないか。そうなくて、なんかさプロレベルの人ってさ一番初めに袋を伸ばすよね。あでもみんなそうか。えなんかさ私できないと思うそう野菜あるよね。野菜も一回もやったことないな。なんかもしやるってなったらガチでやりたいから、誰にも見られないところでやりたいいや恥ずかしくない？一番見られるのそういうの。なんかさガチでやってるのってなんかは恥ずかしくてしょうがない。もう周り気にしちゃうもんそういうの本当に。だからさやってる人あすごいなって思うもんそうできないんだよ。反則するやつ、いや反則は絶対しないよ。ちゃんとルールは守るいや怖い怖いよ、もう目がガチよハッピー、代わりに伸ばしてあげる。あなら嬉しいそうなんかさ入れ方のコツもあるわけじゃん。こういう向きの方がいいとか、そういうの分かんないもん。そんだけの人参どうすん。確かにね、野菜とかだとそうよな。いつかは腐るものだからね家で解く絶対できんよ、使えない。でもいつかやってみたいことでした。スローバスのクッキーからその話になっちゃった。本当に美味しいよなステローバスのクッキー。隙間を作らずに立てる、上下交互に入れる。なんかプロレベルの人がいるよへいいね。あ確かにお菓子の積み合わせなら食べるのがまあまあ遅くても賞味期限が大丈夫だからできそう。あきちんと袋を縛らないといけないところもある。確かにあるね、あるわ。怖っ袋いやなんか今話そうとしたんだけど忘れちゃった。何話そうとしたんだろう。え何の話しようとしたんだろう。そうあ大富豪のイベントが終わってから、あのいつもの私の携帯に入ってるゲームたちのログインとかあのガチャを始めたんですよ、し始めたんですよ見事にいいキャラが来なくてすごい悲しかったの。まあそれはフェアリテールの魔法ランブとモンストなんだけど本当に悲しいんだけど、なんで。あとなんか CM でパズドラのガチャで鬼滅のコラボが今やってるよっていう CM 見たからまた急いでパズドラを入れたんですよ。そしたら昔やってたアカウントがそのままで、そのままガチャ引いたんだけど見事に出ないよね。本当に運が悪いなと思った誰が出たかな、うろこだきさん、あ最後の最後に善逸が出たと
サビとマコモ出たかな、あとネズコ出た、誰だっけな、ムザンとかさ、炭治郎とか全然出なくて、柱も全然出ないし、そう、六崎さんの出現率本当にすごいの本当にすごいの。一番最初に出た時は嬉しいと思ったんだけど、めちゃくちゃ出たよすごい、多分ね、みんなもそうだと思う。いや、見たんだよ、私もツイッターで出現率かぶっちゃいしてるやん。そう、めちゃめちゃかぶっちゃいだったよ。え、煉獄さん出てる人いっぱいいるじゃん。なんで煉獄さん出なかったよ私。え、だいぶで、あ、でもね、忍さん出た気がする。そう、一体可愛かったいやでも柱全員いないよね確か。え、いたっけ、うずいさんいる、絶対いないよね。そう、やっぱさ、パズドラもいいんだけど、私はモンスト派だった。モンストはこの間超重心祭があってやったんだけど、今ね一番欲しいのがエクスカリバーで出なかったまあ代わりにね、ちゃんと星5が3体出たんだけど、まあ1体は被るし、ちょっとまあ悲しいよねって。意外とさ、私ゲームやってるなと思った。フェリーテールの極魔法ランプは爆死しかしない、本当に本当に。あ、そう、見た、押しゆきさんが、そう、一番くじでね、そう、鬼滅のやってて、すごいよね、普通に。私だって絶対出ないから。押し、かわいかったかわいかった。そう、あと、なんだっけ、モンスト7周年だったっけ、あれのガチャ引いたら、やっぱエクスカリバー出なくて、誰だっけな、ロック確定忘れちゃった、もうだいぶ前だから。いや、え、かぶりでウリエルだった気がする。まあ重心化したから、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、あの上位のガチャのところ引いたアーサーじゃない、アーサーみんな嫌がってるよね、なんかそう、エクスカリバーが本当に今欲しいの、本当に欲しい。出ない、一番くじは引いてない、確かに今あるね、課金しない、しないぜしないぜよ。ごめんね、こんな話ばっかで終わりにするそう、なんかさ、高校の時は周りにモンスターやってる友達がいっぱいいたから、日常の会話でいっぱい話してたんですよ。でも今はモンスターやってるメンバーなんて誰一人いないし、知らないから誰にも話せないんですよ。家族もやってる人いないし、だから高校の友達で一人いるんですよ、モンスト好きで。私のことをモンスト誘った人が一人、その人には私から連絡取ってるのこれからこのガチャだねとか、引いたらこれだったよみたいな報告は絶対してるもうそのモンスト友達よね。もうなんかゲームの友達ってさ、やっぱ大事よね。一人でやるのはちょっとね寂しい。お話ししながらゲームはやりたい。うん、ふいちゃんが簡単にできるスマホゲームはなんかないですかって聞いて、簡単にできるスマホゲームなんだろう。え、でもそれこそ大富豪じゃない、 SKE の。それ以外なんだろう、え、なんだろう、わかんないな。
パリゲあーニャンコ大戦争めっちゃやってたな、懐かしい。テトリスはやってないけど川島のイメージだな今。あれじゃない、ナンプレ、ナンプレがいいや。なめこ懐かしい。あと私ねホームスケープやってるんだけどなんかハマってるんだよな。そっか、インスタライブだとゲームの音って流れちゃってもいいの？ダメなの？いやでも誰か前やってたよね先輩方、古畑さんかな、違うっけ。いいの？見せても大丈夫？インスタは大丈夫。あ、そうなのか。そっか、ガーデンスケープ、あ、同じ系列のやつだ。私もねやったんだけどなんか水が流れてくるところがすごい嫌で消した。やっぱ私はホームスケープだなと思って。今ホームスケープはレベルが1からあるんだけど、でもやっと私1900いくつかな、1965とかそのぐらいだった気がする。やっとだよ。そうやりやすい、いくつだろう、ちょっと見てみよう。なんかねハマるの一回消しちゃったんだけどもう一回やり直して、でやっとそのレベル。あれって広告地獄で聞いた。でもそんなことないよ、私広告出たことないかも。ないよ私なんで、鬼滅たまごっちでうずいさんバージョン出るね。これから出るの、いいな、ちょっと見てみよう。かわいい、見て、まだ見てないのにかわいいってわかる。そうなんだ、今週の金曜日から。かわいい、育てたいうずいさん、かわいい、うずいさん当たり前よ、見てなくてもかわいいんだよ、かわいいんだよ。早く見たいな、うずいさん。そう、この間トーク会の時にうずいさんのお誕生日で一人だけかな、そのお話したの嬉しかったかわいい、うずいさん。あとなんだろう、今は何見てたっけな、結構深夜にさ昔のアニメとか今やってる新しくやるアニメってやってるじゃないですか深夜に。でね、気になったものを毎週予約してるんだけど、その中にね1回目なの分かんないけど軽音とかあって毎週予約したんだけど結局見ないと思って消しちゃったの1話はね何故か見たことがあって、軽音汎用の吉田姫はバッチリ見てる。本当に大好きな、大好きって感じ、ああいう物語面白い。軽音って何年前なの、めちゃめちゃ前、そうでもない、いや前か、これねハッピーさんのいびきじゃなくてハッピーさんの口呼吸の音なの、ごめんね。鼻でね呼吸が難しくて喉が変形しちゃってるからさごめんね。10年以上前、そんなに、めちゃめちゃ前じゃん、気温はかなり前、そうなんだ。
CM がピンクだから私の顔もピンクになる。あと10分で12時だからちょっと12時ちょい前に終わるね。いつ切れるかわかんないから。慶応2009年、えやば、11年前私が10歳、10歳って何してるんだろう。中学生小6とかわかんない。10年以上前やば。ハッピーさんがお家に来た時ぐらいだ。小4ぐらいか。最近何日見せない。そうなんよね。若っ。春日、あ知ってる、なんだっけ、鈴宮春日、なんだっけ。なんか中学校の頃になんか似てるねって言われたことがあって、全然似てないの私に。なんだっけ、鈴宮春日、まず鈴宮で合ってるの、合ってる、鈴宮、憂鬱だ。あ、漢字は読めるよ。漢字は読めるからね。憂鬱。親切な方がいっぱいいた。なんか似てるって言われたことがあって、一切似てないのにさ、びっくりしちゃう。え、そう、平野さん これだよね、なんだっけ、春晴れ、なんか前にね、音楽番組とかばダメだ、今日滑舌悪すぎる。なんだろう、全然口が回らないんだけど、配信の最初から。そう、それは晴れ晴れ愉快で歌ってたの。しかもそれが山本彩花さんと一緒に、めちゃくちゃ可愛くて、生の歌だったんだけど、さすが山本彩花さんの歌声っていう感じで、声が一切ブレないしの、一緒同時進行のなのに、振りもキレキレで、やっぱさすがだなって思ったの。そう、ルーシーの声優さん、めちゃくちゃ可愛かった。ゼロユニバース聞いたよ、よかった。よかった、大好き。今日聞きながら寝よう。いやでもね、最近ね、移動中電車とか乗っててもさ、あの K2 公演の曲しか聴いてなくて、そう、歌詞を覚えるために寝る時も K2 公演の曲を聴きながら寝てる。マンモスから始まるんだけど、ちゃんと頭に残ってるのはマンモスしかないの。すぐに寝てるんだなと思った。最後まで聞いてないの、もうしっかり夢の中。だから電車に乗った時はマンモスからじゃなくて中盤曲から聞いたりはしてる。結構秒で寝てるみたい、私布団入ったら。いい感じに脳が疲れてる。やっぱさ、振り分見ながら振りを覚えたり確認するのってめちゃめちゃ頭使うからいいよ。そう、5分も持たないみたい。イヤホンはもうね、つけて寝ない。前さ、あの Bluetooth でつなげるやつじゃないまま、ない、あれよ、 iPhone に最初からついてくるイヤホン
押して寝たらなんかね首が締まって起きたの。危ないと思ってやめてやめてそのまま横に置いてる携帯普通に危ないよね。うん、危ないからやめた。みんなもやめてね。当たり前か。あと4分だ。先にランキングを読みます危ないよ、みんなイヤホン。え、かわいい女の子の歌さん、音符ありがとうございます。遅くなっちゃった、ごめんね。38位、これなんだっけ、シーサー。あ、変わっちゃった。38位、ハッピーさん。うん、トッピングよく見える。1位ハッピーさん、2位スコティッシュのアバターさん、3位ハートのアバターさん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位アフロのアバターさん、8位ハッピーさん、9位ハッピーさん、10位ハッピーさん、11位イズリンさんのアバターさん、12位ハッピーさん、13位ハッピーさん。皆さんありがとうございました。そう、大富豪のイベントが終わったじゃないですか。それのランキングをね書いてコメントを書こうと思ったんだけど、それはメールの方がいいのか、ツイッター、インスタの方がいいのか、どれがいいんですかね。まあでもメール取ってない方がいるからメールはダメか。って考えてたのって思ったら、カイニャンが出てて真似したみたいになっちゃうかなとか考えててそうなんだよ、そうなんだよ気にしちゃいよ。インスタの方が載せやすそう。まあ確かに載せやすいね。ツイッターか、やっぱり。うん、そっか、そっか。カイニャンもやってたから言うの控えてさ。何をやってたから、大富豪。ツイッターだとみんな見れるからいいと思う。え、やっぱそうだよね、ツイッターだよね。え、ちょっと待って、みんなお休み早くない。え、ほんとだごめんねちょっと考えて送ります。皆さんありがとうございました。おやすみなさいバイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。